10月30日管理人は田中夏実と駒田ひろかのハロウィンイベント会場に訪れていた。何ですかその登場は。おはようございます。おはようございます。おはようございます。研修中ねえ、タオル言ってなかったやろ。あ、ごめん。あ、おはようございます。何ですかこれってなりました。ん、聞いてないなってなった。あ、ごめんなさい。セットにするってこと聞いた。あ、そう、セットって言ってたんで私言わなかったです。開き直り。これは本当です。これは本当。でも本当ごめんなさい、ほうれん草が足りてなくて22人にもなって本当にごめんなさい。大丈夫、人生ね、そういうところがね、学んでいくから。もう聞いてない。この番組はボートレースチケットショップみやきの提供でお送りいたします。効果音つけてもらって今日は月9の撮影です。あ、今出演させてもらってる君に花でした。君に花を、はい、っていう主演で出させていただいてるので、とりあえずメイクからしていきたいと思います。後でセリフ合わせとか。セリフとかどうですか、覚えられましたか。そうですね、1回目通すともなんとなく頭に入っていて、あとはもう自分の感情に乗せて言うだけかなって思ってます。役作りのため何か努力されたこととかありますか。やっぱり今回8人の男の子たちに囲まれる役なのね。プライベートでも遊びまくってもいかんやろ。本田翼です。撮影頑張ってください。ありがとうございます。あ、吉岡里帆さんですよね。吉岡里帆さんですよね。まあ、ジンロっていうお酒の CM。 結構普段お酒とか飲まれるんですか。飲まないですね。あ、だからすごい事務所ともすごいいっぱいお話をした上で。なるほど。じゃあ今回は結構私のこと見すぎてて言ってます。生で見すぎて。マイクじゃないね。どんどんさ画面のさ端っこピーが合わせにいってたよ、ね、ここで。嬉しいな、ファンの下にサインかけて。全然必要なものかっていうピーちゃん謙虚すぎてさ3人で書くんかってぐらいのサイズ か, か大丈夫です。大丈夫。スヌーピーどこの間ピーちゃんが配信で言ってた。あ、見た見た。それスクショだけ見た。見てないよ。やばいやばい。かき氷の視線出た。微妙に後ろにおるよ。差し入れ欲しいな。下ができて下から舐める、どうしたんですか。ちょっと巻き合わせが染みてないか心配でございます。映さないでください。じゃあ一部頑張ってください。あ、え、行きます。行ってきます。最初はポリスコスプレでステージへ。みんなの反応はいかがだろうか。こんにちは。第一部ポリスの格好をしまして、はい、どうでしょうか。お揃いポリス、ケツバット警察。はい、ケツバット警察で今日はいっぱい芝居で回りたいと思います。すごいね、頭に包丁のやつね。あ、なにそれ。あ、猫。あ、猫だ。あ、やばい、うちの猫のコスプレしてる。もっと可愛いし、うちの猫の可愛いですけど。お菓子もちゃんと食べてくださいね、うん、さあということで、はい、今日はですね恒例の皆さんに日頃の感謝の気持ちを込めまして、はい、豪華景品が当たるかも抽選大会していきたいと思います。そして今日はですね宮城 の管理人さんが遊びに来てくださっていまして、はい、
プレゼントを持ってきてくださったんですが、これがね、すごいのよ。すごいね。クオカード、そしてクリアファイルのセットが、3名様に当たります。クオカードはだってね、クオカード入ってる。クオカードでチェキ買ってほしいぐらい。足りるかな、足りるかな。そして皆さんお待ちかね、愛のケツバットプラス、あの血が出る可能性がありますので、あのボートレースのタオルもセットにして一応ね、はい、流血したら困るんでね。何のコスプレですか今日は。今日はガソリンスタンドの店員です。どこか首並み。やった、ありがとうございます。もうなんかすごい高そうな箱だね。また栗だ。ジョーのジョーはそっちなんですね。ジョーってそうだよ。名古屋ジョーじゃなくてジョー。名古屋ゆかり飽きたかなと思って別の。飽きてないけど。え、おせんべい嬉しい。油で揚げてるやつだから。絶対美味しい。後で食べましょう、楽屋で。楽屋で食べます。もうごまになって。あーもう一緒に食べます。前髪ずっと浮いてたじゃん。なんて言ってくれないんですか。もらってる最中、前髪直す時間じゃない。てかさっきケツバット野球やってたんですか。野球やってました。左打ち、はい、福岡の結構有名なとこ、ね、大堀高校。大堀高校強いですね。強い、強豪、うん、めっちゃ強豪。夏とか春どこまで行ったんですか。あと1勝で甲子園でした。え、レギュラー負けちゃった。はい。何番ですか。3番です。すごい。めちゃくちゃ現役のもう高校球児やりますね。現役じゃもう31ですよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ピさん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした一部。今日も巡回してきました。あ、本当でしょ。外れた。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。所長ありがとうございます。どうでした一部。今日はですね、やっぱりすごいマナーのいい、はい、あの方がたくさんいらっしゃったので、私たちの仕事もすごい少なかった。ちょっとあれ、前髪はベテランになってからこういうのありそうじゃない。ない全然充電ないけど。あ、充電持ってきてもらえる。耳痛い。じゃちょっと遠近法逆。逆にひどくないか。いやいや、もう自分で前に出てくれ。ニブラTikTok を撮りたいと思います。はい。私の一番可愛いところに気づいてる、そんな君の一番すごいすごいのすごい好きだ。何そのシュンクセルフ。でかすぎてさ、前におったほら切れるんや頭が。ここぐらいじゃないと。本当だ。でしょ。そこ生きてるあと1分です。シャステージ裏でも全くテンションが変わらない2人。カメラが回っていない場所でも彼女たちが常にオンエア状態なのは皆さんもよくご存知だろう。頑張ってください。2分も2分も頑張ります。こんにちは。わー、すごい。雨が落ちるましたね、仮装が。そうですね、間違えた。こんにちはこんにちはやっほー、皆さん、2部やばい人見つけちゃいました。どうでした。お疲れ様でした。どうでした。じゃあ本当に鼻うがいしたいわ。まだ鼻詰まってる。花うがいの差し入れてありました。あったかも。すみません、10分後くらいに届くって言ってた。え、誰、本当に10分後くらい。10分くらいくれたな。一応しぶちゃんに言ってみたんだけど。え、待って、来てて。どうする。あ、全然大丈夫です。疲れてますか。疲れるわけないじゃないですか。あ、本当です。あれ、え、今一緒に、何、今全然疲れてない。本当に言ってました。疲れてない、はい、疲れてました。いや全然疲れてないです、はい、あれ、え、ピさん、え、ミカちゃん疲れてる。いや全然疲れてない。あ、疲れてない。
カレンダーでそんなの見たの。よかった、元気で。これメンズ用のサイズなんですけど、ビタシナンバーワンキャバ嬢。え、本当に可愛い、ピーちゃん。大正解。メンズだからちょっとダメとしてたのに。卒業公演みたいな。まあ、何の密着ですか。今日はお店の卒業。うん、いや、誕生日。誕生日バスで、バスで。今日はシャンパンタンをいっぱい食べてもらいます。はい、秒で1億稼ぐ与沢翼新人ホスト、シャンパンタワー経験なし。コール担当。おいぞ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 。コール担当。ここで大濠高校出身の管理人さえも驚く、夏みかんの意外な才能が見え隠れする。やばい。やばい。いや、ニュースめっちゃ似合ってる。何？ナーランド。と、何しようとしたっけ？花。あ、そうだ。やっぱメンズメイクするからよく分かってますね。しないかねえ、それってさダメだよ。初あの初対面の人の前でそういうふうに言うのやめてよ。いいじゃないですか。今時思った、うん、マジ無理。いいことですよね。しないから。意識高い。しないから。いや、もうそうやん。すごい。結構良かった今の。え、ほんま無理やん。俺か俺以外か、うん、俺が俺以外かな。いや、マジ結構結構なクオリティすごい。トマゾンなのにどう、うん、あ、バラバラ。おお、よくない。え、すごい。やば、スタイルめっちゃいいね。いや、もうここまで似てくると、夏みかんがローランドになったのではなく、ローランドが夏みかんだったのかもしれない。こんばんは。よいしょ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 。すごいね。あ、すみません、ほとんど何も見えてないんですけど、人って今いますかね。皆さん、3部最終の部お集まりいただきありがとうございます。今回最後ということで、まあもう分かりますかね。みんなこれ誰か分かりますか。そっくりだって。いい足の動き。いらん。いや、いい。で、この2人が聞きたいな。ステージ狭。人間を支配する宇宙人と人間に支配される恐竜とのツーショット。時空を超えたファンからも愛され続けるのは世界で彼女たちだけだと管理人は言う。プラザな。うん、なんかフォーショット。お疲れさまでした。お疲れ様でした。一部二部三部終わりました。朝から大変でしたけど、ありがとうございます。皆さん疲れました。疲れてないです。ローランドなんで、うん、俺に疲れという言葉はないんで。楽しかったです。楽しかったです。本当に楽しかった、でも楽しそうにしてるなと思って見てました。この3部のこれがね、一番ね、ずっとやりたくてうずうずしてたんで、想像以上の完成度。いや、マジでよかった。ローランドとナンバーワンキャバ嬢。そう、はい、長瀬のナンバーワンキャバ嬢です。ひろかです。ひろかです。でこれさ、全然完成度低くて滑ったらどうしようと思ってたけど、マジでよかったわ。終えてきたね。メイクさんのおかげ。今日もすみません、ありがとうございました。なんかお邪魔してしまって。え、全然いいですよ。やっぱ宮城さんにいつも支えてもらってるんで。本当です。むしろ宮城さんにプレゼント持ってきていただいて、うん、ファンの人すごい喜んでました。本当ですか。今回はなんか良かったですね。ハズレみたいな扱いじゃなくて。いつかあのこの格好で宮城に登場する。あったりなかったり。あったりなかったり。あったりなかったり、はい。一緒に予想配信これで出てるかもしれないです。うん、めっちゃさ当たりそうじゃない？いや、当たりそうだね。なんかさ、運やばそうじゃない？ローランド。でもそれで500円とかかけてほしくない。でも500万かけて、ちゃんと123に万張り。また行く、これで。
はい、またお会いしましょう。今から出勤なので、はい、あ、そうなんですよ、はい、そうか、スケジュールが結構忙しいんだこの、はい、すいません、出勤前に、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また見てね。みんながそばにいる限り、彼女たちは春夏秋冬ステージに立ち続ける。いや、いいってなんでよ。ノーランドの化けの皮を得て、太田さん絶対使うの。すごい、いつかもう落ちたけん、いい感じにこうやって逃げようのにさ回り込んで舞台いつか嫌なスタッフ